今シンガポールには、ホテルが6店舗ありますので、ぜひ皆さんこちらの方に、来た時にはホテルの方に足を運んでいただければと思います。美味しいお料理を作ってお待ちしておりますので、よろしくお願いします。Koyama straight from Japan with us today. Pleasure to meet you. So maybe you could start off by telling our viewers about yourself as a chef at Boteju. シェフ歴は約18年。ショップ店長を経験し、エリアマネージャーを経て、現在はショップの統括業務、メニュー開発、経営全般に携わります。キャベツの方が主材料の、でお好みの具を、入れて焼き上げる日本を代表するです。お好み焼きは主食にも完食にもなる万能選手的料理で、年齢問わずどなたにも楽しめる料理になっています。また栄養価も高いので健康にもとても良い料理です。お好み焼きはスジャイロに小麦粉、キャベツ、山芋を使っています。これらの食材は多くの食物繊維を含むので健康にとても良いです。キャベツ、山芋、ソース、かつお節などは中性脂肪が体内に溜まるのを防ぐ働きがあります。またソースの酸味成分であるクエン酸は新陳代謝を活発にします。なので、お好み焼きは理想的な健康食と言えるでしょう。ローカルの嗜好に合わせたメニューを随時導入していきます。例えば、ローカルは半熟卵を飲んで食べる食される傾向にありますので、ムーンライトスペシャルお好み焼きは人気ナンバーワンですが、新発売のキーマカレー焼きそばはスパイシーなキーマカレーのトッピングをした焼きそばで、上に半熟卵を乗せたローカル向けのメニューです。Alright then, thank you very much for your time today. It's been a pleasure meeting you.